SL 函館大沼号は、北海道旅客鉄道が2001年4月28日から2014年12月まで、函館本線函館駅、森駅間にて運行していた、蒸気機関車牽引による臨時普通列車である。主に、ゴールデンウィーク時期と夏休みの期間限定で1日、一往復運行していた。当列車は、 全席座席指定制であり SL 指定席料金を別途支払う必要があった。編成として普通車以外にカフェカー及び車掌車が連結されていた。各車両には道南の花、幕末、異国情緒などをテーマにした装飾がされていた。大路の下り函館初森行き列車は、函館駅を発車後、急勾配のある、人と山駅を経由して、大沼、小沼及び駒ヶ岳がある。 大沼国定公園の風景を望みながら、森駅に到着していた。袋の上り森発函館駅列車は、森駅を発車後、大路とは別の沢良支線を経由し、大沼国定公園に加えて、内浦湾の風景を望みながら、大沼駅に到着後一旦スイッチバックして、大沼公園駅まで戻っていた。大沼公園駅発車後は、大路と同じルートで、函館駅に到着していた。 列車番号は、下り列車が、全区間 9989, 上り列車は、森大沼間,間が 9990, 大沼大沼公園間が 9991, 大沼公園函館間が9992で、あった。2014年、JR 北海道は安全体制の立て直しを図る中で、新型の自動列車停止装置を、 蒸気機関車に搭載するだけの余力がないこと、また、北海道新幹線の開業準備を優先させる必要性があることから、2014年度限りで、SL ニセコ号や SL 函館クリスマスファンタジー号と共に、SL 函館大沼号を廃止する方針であることが明らかとなった。2014年12月の運行をもって、SL 函館クリスマスファンタジー号と共に終了した。 函館駅に停車中の SL 函館大沼号最後尾に連結されるで10型と車掌車朝日川運転所所属の C11171 または C11207 この2両が10連で運転されたこともあった森駅に転車台がないため上り列車ではバック運転で客車を牽引していた函館運輸所に所属するで10型が最後尾に連結される 袋の上り列車の大沼大沼公園館では、最前部で牽引していた。2003年の夏からは、SL 鈴蘭号車両で運転されていた。編成内容は、以下の通り。函館方が1号車。稀に、スハフ14507が増結されることがあった。2003年の春までは、SL ニセ古号車両で運転されていた。編成内容は、以下の通り。 箱館方が1号車。カフェカーにおいて、グッズや弁当、お土産品の販売を行っていた。ありがとうございます。